気をつけて。 悪いやつを追いかけてたのよね。悪いやつ？それなのに誰もあなたを褒めてくれない。ひどいわ。待てよ、そいつが悪いやつだ。ちっとも悪くないわ。大きな可愛い子よね。そうでしょ、マキシマス。いや、冗談は顔だけにしてくれよ。聞いて、今日は私の人生で一番大切な日なのよ。だからお願い、
この悪い奴を捕まえないでおいてくれるかな。一日だけでいいの。その後は二人で好きなだけ追っかけっこして構わないからいいでしょ。あのね、今日は私の誕生日なのよ。ラプンツェル、ソラ、無事だったのね。ラプンツェルも。そうだ、お友達が増えたの。マキシマスよ、プリンとは前から知り合いで追いかけっこする仲なのよね。ソラにグーフィー、ドナルドよ。私を守ってくれてるの。さあ、町は近いぞ。おお、こりゃいいな。素敵な場所ね。よっ、じゃあ。城までもう少しだ。どこかに登れそうなところはないかしら。ソラ、ここから行けそうよ。向こう側に渡って道を探しましょう。行くわよ。ソラ、Yeah!
ぎゃソラ、あの足場まで登れない？ああ、もう落ちちゃったわ。よし、登り直そう。Yeah! Yeah! Ha! これで! Ha!
終わりだ。はぁ、くわよ。せーの、それ。ほらだな。外の世界にはこんなに楽しいことがあったのね。ソラたちのおかげで知ることができたわ。ありがとラプンツェル嬉しそうだな。お世話ね。町の人が話してたよ。夜になったら明かりが飛ぶんだって。へえ、俺たちも行ってみよう。おお、すごく賑やかだな。Yep.
広場があるみたいだよ。たすけてよ、一人いっぱいじゃ。なんだかいい匂いがするよ、この辺りに。消えたプリンセスに。みんなも一緒に踊りましょう。
ゲット。もっともっと。いいぞ。いい感じ。18年の間、窓の外を眺めて夢見てた。あの光が空に舞い上がる様子を間近で見たいって。想像してたのと全然違ってたら、どうしたらいいの？違わないさ。夢が叶ってしまったら、次は何をしたらいい？それが楽しいんじゃないか。また新しい夢を探すんだ。私も渡すものがあるの。もっと早く返さなきゃいけなかったけど、なんだか怖くて。だけどね、今はもう怖くない。なぜかわかる？わかる気がする。本当ごめん。何も心配ないよ。ちょっと片付けることがあるんだ。分かった。すぐに戻るから。大丈夫だから、パスカル。ちょっとはタイミング考えろよな。せっかくのいい雰囲気が台無しだね。ほいたほいた。迷惑な客には帰ってもらおう。